それでは皆様、これより日本復活に向けてのシンポジウムを開催いたします。ご登壇の先生方を紹介させていただきます前に、本日お忙しい中駆けつけてくださいました地方議員の先生方をご紹介させていただきます。まずはじめに群馬県議会議員西田康信様、続きまして群馬県議会議員桂川貴子様、はい、よろしくお願いいたします。続きまして自由民主党参議院全国比例副主席、前衆議院議員の赤池正明様、はい、赤池先生は大学ご卒業後松下政経塾に入塾され、その後日本航空総合専門学校長等を経まして、平成17年に、衆院選に当選、国政に力を注いでまいりました。また私たち頑張れ日本山梨県本部代表でもあり、頑張れ日本の活動ではお忙しい中ほとんど全ての活動にも参加していただくほど、その行動力実行力には定評があります。現在は自由民主党参議院全国比例区支部長として、ご自身もこの夏の参院選に出馬される予定です。現在国政に復帰を目指して頑張っております。よろしくお願いいたします。続きまして東京都荒川区議会議員の小坂英二様、小坂先生は私たち頑張れ日本荒川支部顧問でもあり、日本ウイグル地方議員連盟幹事長でもあります。ほか昨年の夏には尖閣に上陸した数少ない地方議員のお一人でもあります。またパチンコ違法化朝鮮学校補助金問題にも取り組む勇気ある議員のお一人でもあります。よろしくお願いいたします。続きまして台湾研究フォーラム会長の永山秀樹様、永山先生は日頃台湾問題や日台関係を問題テーマに研究して、日本における台湾の重要性を訴える言論活動および台湾独立建国運動への支援活動も行っております。そして私たち頑張れ日本中央本部の常任幹事でもあり、またお隣埼玉県の埼玉県本部長でもあります。いろいろと積極的な活動を続けておられます。よろしくお願いいたします。以上ご登壇の皆様のご紹介をさせていただきました。それでは先生にマイクを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。それでは限られた時間でございますので、早速シンポジウムを始めさせていただきたいと思います。今ご紹介ありましたように、お三方がパネリストということで、まあ、普通で言いますと赤池さんは、国政、小坂さんは地方の政治、そして永山さんはもう在野と、そして台湾フォーラムということで国際畑からというようなこの役割分担があるかもしれませんが、今日はですね、まあ、そういうことにこだわらずに日本復活に向けてと、まあ、時代はなぜ安倍政権を引き落としたかというのはもう大雑把でございますが、先ほど言いましたので、まあ、安倍さんが いらっしゃるという前提でですね、日本復活に向けて、これからどうできるか、あるいは何をやらなければいけないのかという立場でお話をいただきたいと思います。まず最初に、先ほど来お話が出てます、この参議院選挙でも本当に、戦われます赤池正明さんから冒頭のご発言を。赤池正明です。先ほど式典にもお話をさせていただきました。まあ、日本復活に向けてということのメインテーマの中で、まあ、安倍総理の存在というのは、まあ、本当に大きかったなというふうに、まあ、皆さんと共に思うわけでありまして、実は
先ほど式典でもお話をした3年前の参議院選挙の時にですね、山梨に来ていただきました。越石当選という落選運動のですね、集会を山梨で開催をして、安倍当時は元総理ということでありましたが、ご対応の中山梨まで来ていただいてですね、お話をしていただいたんです。で、実はですね、その時に山梨で、当然今日みたいに声をかけた時にですね、ある方から、なんで赤池安倍元総理なんだって言ってですね、一部クレームというかですね、そんなことを言われました。つまり、ご承知の通り、6年前の参議院で負け、1ヶ月後に、体調不調ということで辞められたということで、辞めたことに関しては、難病潰瘍性大腸炎という10万人以上の方がですね、苦しまられたですね、難病に、耐えうる中で国政を担ってきたということよりもですね、政権を途中で投げ出した、毎年総理が変わるきっかけを作ったひ弱な総理だというですね、マスコミが作ったイメージにですね、当然、毒された方が、赤池そんなのを呼んでどうすんだみたいなですね、こんなことをですね、言われました。ところが当日会場大勢、本当にあふれんばかりの方が安倍元総理の話を聞いたら、それ以来そう言ってた人もですね、いや素晴らしいと、素晴らしい話を聞いたと、これだけ政治家からですね、こんな話を聞いたことはないというような形で評価がゴロッと変わったんですね。で、私も何とかその前後もずっと聞いてはいましたが、改めてですね、6年前はちょうど51歳で総理になられて、ちょうど私も今51なんで、その時は非常に緊張、ご本人も気負ってですね、正しいことを言えばいつか国民は信じてくれるという、大変な気負いの中で、私も1年生議員でしたが、こう大丈夫かなみたいな、そんな不安はありました。ところが、2、3年前ちょうど潰瘍性大腸炎も、いい薬が、認可をされて、僕実はこれを紹介したのは私の全国応援団長にもなっていただいている作曲家の杉山浩一先生、杉山浩一先生も同じ病気で苦しまられてるんですね。で、杉山先生が布教したら、大変効いたということで安倍先生に紹介して、安倍先生も布教なさったら良くなった、そこからもう一度ですね、復活しようという本にで、今有名になりましたが、安倍ノートというですね、奥さんにも見せられないというような形で、日々、なぜあの時ああだった、こうだったというような反省を踏まえる中で、もう一度という志を固められていったのではないかと思います。昨年8月、ご承知の通り総裁選挙ございまして、当初は谷垣さんの、そのまま行くのかなと思っておりましたら、なんと某石原伸晃さんのですね、大変な発言もございまして、一気に流動化して石破茂さんも出る。で、その時安倍先生が出るという話が出た時にですね、私の仲間ですね、稲田先生や石田先生含めてほとんどの方々がですね、時期尚早だからやめた方がいいと、勝てないと、ここで安倍元総理いっぱい地にまみれるとですね、政治生命を失うんじゃないかということで、相当多くのメンバーがですね、止めたんですね。ところが安倍総理はその時にですね、いや自分のことであれば確かに一旦先を送って様子を見ようってこともあるかもしれない、自分のことだけ考えてるんですね。ところがこの国難にあたってですね、やっぱ政治家としてここで立たなければ何のために政治家をやってるかわからないということで、あの総裁選挙、決断をして立候補なさって、ご承知の通り、党員投票は2位に入って、決選投票逆転と。で、総裁選挙、街頭演説会、行われました。山梨も来て、実は全部の街頭演説会にですね、勝手連として駆けつけてたのが、このお地元の山本一太大臣でして、山本一太大臣から聞いたら、山梨でもそうでしたけども、どの候補、の街頭演説会どこの場所に行っても安倍先生が一番人気だって言うんですよ。世論調査では石破茂先生がトップだとはいえ、ここに駆けつけて安倍先生の話を聞いたらみんな安倍先生が一番だと、素晴らしいと言っているということを聞いて、私は
勝てるんじゃないかっていうのをね、その時山梨でも感じましたし、あの山本一太先生の話も聞いて感じました。まあ、そういう面ではあの実は明治維新の話が先ほどから何度も出ましたが、あの時もあの高杉晋作さんが、高山寺というところでですね、いわゆる俗論派の長州藩をひっくり返してですね、一気に倒幕に持っていった。でその時は自分が作った騎兵隊でさえ勝てないからついてこなかったと。一部力士隊、伊藤博文の力士隊と一部しか付き添いさなかったのがですね、一気に展開をした歴史的な事実を思い出しました。ちょうど安倍晋三の晋は、高杉晋作の晋というところからも付けられているというふうにも聞いていたものですから、そういう面ではあのこれだけ複雑で国際情勢が激動して日本も行政含めて大変複雑とはいえ、やはりリーダーの決断というものがいかに大事かということをですね、この数年間、まあ、逆に決められない政治、政治がなんかダメだとかリーダーシップなんてのは言葉だけだとか言っておりましたけども、あの安倍先生を見ていて本当にそのリーダーシップの大事さ、トップとしての決断がいかに大事かということを痛切に感じさせていただきました。それが12月の総選挙の勝利、まあ、それも先ほどお話したように決して得票数で言えば勝ってないということの中で、この7月の参議院、6年前の敗北、それから毎年総理が変わるきっかけを作った安倍総理にとっては、この参議院選挙は親の敵以上に何とかしなければいけないという思いを人一倍持っていらっしゃるわけでありまして、まあ、そういう面では総理の決断でここまで来たということでありまして、では総理だけ、全てのですね責任や任を負わせるわけにはいかないという思いの中で、まあ、私自身もですね、微力ではありますが、まあ、7月の参議院にですね挑戦をする、また、今日お集まりいただいた皆様方にもですね、お一人お一人それぞれのお仕事や家庭や立場の中で、ぜひですね、安倍総理の決断を受けて、それを我がものとしてですね、これからやっていっていただきたいなと。まあ、これがずっと式典からお話を聞いていた日本の、国柄というんですか、まあ、親戚国家、大家族国家としてのですね、日本の素晴らしさではないのかなと。皇室をいただく、また国民として、欧米流のですね、絶対君主がですね国民を苦しめるような話ではなくて、まさに君と民が共にですねこの素晴らしい国柄を共に治めるというですね、その一点としてですねこの7月、もう一度ですね戦後体制を取り戻すきっかけにしていきたいというのを、安倍総理の決断の中から冒頭発言としてさせていただきました。以上です。ありがとうございます。そしたら、小坂英二君にお願いいたします。はい、日本復活に向けてということ、まずは先ほどからお話がある通り7月の参議院選挙において私は無所属ですが自由民主党という党の綱領や安倍総理そうした方々は非常に素晴らしいものをお持ちで、でそれに賛同する方が多くいらっしゃるという組織を大いに盛り立てていく、勝利に導いていくということがまず大前提として必要だと思っております。赤池先生にはぜひ国政に復帰をしていただかなければということを強く思っておりますし、私もお手伝いできることがあればと思っております。その勝利に向けて、まあ、どのような時も問題提起を続けなきゃいけないのはやはり日本の国柄、そして縦糸というのがいかに素晴らしいか、歴史というものを他人事ではなく我がこととして考えていく、例えば自分の祖先にあたる人たちがありもしない濡れ衣を着せられているにもかかわらず、そんなことは別に金には関係ないんだから今さらほじくり返したって大事になると、面倒なことになるだけだからほっとこうというような態度を取る人間が多ければ多いほど、それはまあ巡り巡って今を生きる日本人の不幸につながっていくということを分かりやすく広げていくと
いうことが必要だと思います。歴史を取り戻すことなしに日本を取り戻すということは決してありえないということを先ほどのご挨拶で申し上げた通り、様々な方々に分かりやすい形で伝えていくということが必要だと思っております。そして今回の参議院選で自由民主党に大いに勝利をしていただく、そして日本維新の会の中にも一部分素晴らしい候補者がいます。維新の会は衆議院の衆議院を構成している方を見ても平沼先生や西村慎吾先生等々大変尊敬している素晴らしい方々がたくさんいらっしゃいます。そうした方々が大いに今まで以上に維新の会の中で力を発揮できるように、今回の参議院選で例えば比例代表で出ている中で日本の国柄国益を守る人たちを大いに盛り上げていく、同時に新自由主義的な日本を破壊するような人たちは落としていくような、そういう動きをしていくべきなのかなと。日本を守る人たちのその受け皿というものを自由民主党とともに維新の会の中でも広げていくということが必要なんだと思っております。そしてそういう層を広げていく中で、残念ながら自由民主党というのは公明党という創価学会の票、私から言わせれば常習性のある麻薬に残念ながら今は力を借りなければ衆議院の小選挙でもなかなか勝てない、そういう事情がある。しかし国民が目覚めれば目覚めるほどこの麻薬から脱することが早くできるのではないか、そういう形に国民一人一人が導いていかない限り、この麻薬に頼って政権を運営をせざるを得ないという状況がいつまでも脱却できないと思います。そうしたことを進めていく、そうしたことを経て私は地方議員の立場から同時にやっていきたいと思っているのは、地方議員の目から見て地域の地方議会で自由民主党の議員が素晴らしい方います。しかしとんでもない利権ばかりを漁っている、あるいは朝鮮学校に補助金を増やせ、日本人も朝鮮学校補助金の保護者補助金の対象にしろという、そういう活動をした自民党議員が私の地元にもいます。これは本部の目指しているものと全く違う方向ですが、しかしそうしたことをやったとしても残念ながら懲罰にかけられる、あるいは除名をされるということがない。国会議員においても加藤浩一、まあ落選しましたけど、現職の間にあれだけ反日的なことをやっていても首を切られることがない、そうした体質をやはり自民党さんにも変えていただいて、新章必罰、日本の国柄を守る方は大いに党内でも盛り立てていただくと同時に、反日的な議員には議員や国会議員、地方議員問わず徹底的に罰していくと、そうしたものは自民党内にはいらないんだというようなことを覚悟を持って、党勢がたとえ一時的にちっちゃくなろうともそうした姿勢を示していくということが自民党再生、ひいては日本再生につながるのではないかと無所属の立場から見ていて強く思うわけであります。それによって初めて私はパチンコの違法化というものの議員と国民の会の代表世話人をやっていますが、警察官僚が4万数千人戦後累計パチンコ業界に天下りをしている、その官僚との癒着、国会議員も民主党自民党維新の会等々政党問わずパチンコチェーンストア協会というものに所属をし、パーティー券を買ってくれといえば100万円200万円単位で買ってもらえる、そういう癒着をしている、そしてマスコミやスポンサーとの癒着で年間数千人がギャンブル依存症に、重度のギャンブル依存症になって自殺に結びついている、そうした恐ろしいものを日本国の政治が残念ながら今まで何十年も放置をしてきた、こうした日本にしかない闇、そして自虐史観をもとにした朝鮮人に対するさまざまなおめこぼしというものが
前提にあって成り立っているパチンコ業界というものも初めて潰すことができるんだと強く確信をしております。そのためにも今回参議院選におきましては自民党を中心とする、そして維新の会の一部の人たちに、まともな人たちに大いに勝っていただく、その後に新勝出発をしっかり党内でしていただき、党の姿勢を今まで以上に明確にしていただくと、そうして再生した自民党を日本国民、良識ある日本国民全体でさらに支持を広げていくという流れにしていくべきなのかなというふうに思っております。地方議員の立場から非常に生意気なことを申し上げましたが、現場に、地方議会の現場に10年いる人間として強く思ったことを述べさせていただいた次第であります。以上、冒頭の発言とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。小坂さんが、東京の、23区あります中の荒川という一つの区議会議員でありながらですね、今いろんなところで全国で講演を依頼をされていますのは、まあ、皆様お聞きになったお分かりのようにですね、もう地方議員のレベルを超えて、例えばパチンコの問題というのはですね、これ、保守系も非常に取り組みにくいんですよ。なぜならばパチンコの経営者というのは必ずしも在日ばかりでなく日本人の人もいますし、何よりパチンコを愛好している人たちも選挙民だからなんですね。ですからなかなかですね、このことを批判するのは党派を問わず、つまりパチンコをやってる人は民主党支持者が多いとかね、公明党支持者が多いとかいうことじゃなくて、これは党派を問わずいるわけですから、ある意味大阪の地方議員が阪神タイガースの批判をするぐらいのですね、ある種の怖さがあるんですよ。ですから皆さん、パチンコの問題、パチンコは本当にいろんな問題があります。現に私散々韓国のことを批判しましたが、韓国で褒める点があるとすればですね、あそこはパチンコを国の方針として禁止してしまったんですよ。ところがそのこと自体が日本のマスコミではあまり報じられないんですね。で、日本ではやはりこれはイデオロギーの問題を離れて、まあパチンコという特殊事情で言えばですね、これが朝鮮総連なんかの大きな資金源になっています。まあ、全部のパチンコ屋が北系ではなくてもですね、かなりの部分になっている。そういうことを批判する人でも逆の意味で、自分に一票入れてくれる人がパチンコ屋の愛好者かもしれないってなことを恐れてですね、なかなか声を上げない中で、私はこの勇気というのは大したもんだなというふうに思っております。で、小坂さんが今ですね、ご指摘になったこと、どうしても日本再復活に向けてということになると、まあ、相場な的相果的にいろいろなってしまうんですね。まあ、地方議員の問題からすると後でちょっと触れていただきたいと思いますが、これも憲法改正にかかってきますが、同州制という問題もあるんですね。つまり群馬県とか栃木県とかをこれを合併させて北関東州とかですね、あるいは関東州というような州を作ろうという同州制という動き、あるいはその小坂さんがおっしゃった政界再編、今の政界をもう一回ガラガラポンにして、まあ、自民党の中でも変なのもいるし、維新でも まともなのもいる、みんなの党にもまともなのも変なのもいる、これをというかもちろん民主党にも比較的まともな人がいる、これをガラガラポンをしなくちゃいけないんではないかということはかなり前から言われてるんですが、小選挙区という制度だとなかなかこれができない、だから選挙区制度もこの際変えるべきだとかですね、もう鶏が先か卵が先かって、一体何から手をつけていいかというわからないわけですが、まず憲法改正がをまず してからというような感じになりつつあるかなという思いもあるんですが、もう一方ですね、外国側からはもうこちらの都合とかタイミング関わりなく、もう中国がもう本当にしつこいストーカーぶりを発揮しています。まあ私もかなり反中国ですけれども、まあ私以上にですね、おそらく日本が中国の影響下に入ると、まず最初にこれから喋る人が消えて、次ぐらいに私が消えるんではないかと言われているですね、今や反中国のチャンピオンと言われています永山さん、秀樹さん、どうぞ一言。お願いします。聞こえます。どうですか。ごめんなさい。
はい、ありがとうございます。これ、今日のテーマはその日本復活ですね。で、今我々何をすべきか、安倍政権何を期待すべきかというそういうまあ話なんですけども、まあ、この今我々が求めているこの日本復活というのは、つまり、まあ、日本再生とも言いますけど、復活しなければならないほど日本今の日本この戦後日本は非常にこの大変な状況があるわけですね。で、じゃあどういうものかというと、まあまあ、その戦争で負けだとですね、まあ、一つはこの、まあ、我が国はこの諸外国に囲まれてですね、痛めつけられてきたわけなんですね。この米国が、まあ、真っ先に日本を無力化して、あるいはその後属国化しようとして、そしたらその米国から日本を奪って衛星国にしまえと、あるいはその米国を追い出して、この我々の、この属国にしろってやったのが、まあ、ソ連だとか中共だとかいるわけですね。それから、北戦も、そういうこと、そういうことを考えてるわけだし、さあその後韓国までがこの日本やっつけろなんて言って盛り上がってですね、国内の団結を図ったりいろいろしていて、そういったその外国の反日勢力、に対してですね、それを受け入れるその、日本国内の反日勢力というものがあって、まあ、その受け入れというか、そういうものに育てられたり操縦されたりですね、あるいはそんなものにシンパシーを感じ、まあ、要するに洗脳された結果ですね、シンパシーを感じ、反日に走ってるっていう勢力、政治勢力があるんですね。政治勢力といっても政治家や政治団体だけではなくて、そこには今でもなく、マスコミも含まれるし、学者、文化人、まあ、そういった人々も含まれ、でそれによって国民がこの戦後、約70年間、ずっとこの洗脳されてきていて、で、まあ、こういったその内外の反日勢力、何をやろうとしているかというと、一言で言えば我が国のこの、無防備、無防備化ですよね、無防備国家化、それをやってきているわけですよね。で、そこで今求められているのは、そういうところから日本を取り戻せという、状況であるわけですね。で、こういったその内外の反日勢力、まあ、その内外この呼応し合ってですね、あるいは、外から、まあ、外国から日本の内部の勢力が操縦されながらですね、まあ、こういった反日洗脳をやってきて、一つだけやっぱりですね、この日本無防備化の上でですね、とても効果があったと思うのは、やはりこの、歴史観の問題じゃないかと思うんですね。この歴史観歪められてしまってる、ということはあると思います。というのはですね、まあ、この要するにも今この歴史問題というものは、まあ、安倍さんはこれはその学術問題に学者に委ねるべきだということをおっしゃっていて、ところが政治問題化されてしまっているわけですよね。でも僕はですね、これ、学術の問題にすべきだと思います。しかしさらに言えば歴史問題というのはですね、我々国民の魂の問題であるわけですね。この魂、国民としての魂があって初めて国というものは守られるわけですが、それを汚されている、奪われているということで、日本国民は根なし草、帰属先も分かんないような人々になって、でこの国が無防備になって、しまっているというのがあると思うんですね。で、例えば一つの分かりやすい例で言うとですね、まさにこの反日勢力を喜ぶような形になってますよ。この、我々このシナとか朝鮮人悪く言っちゃいけないっていう、そういう雰囲気をずっと味わってきました。なぜかというと、昔日本悪いことしたんだから、侵略したんで植民地支配したんだから、あの人たち悪いこと言っちゃいけない。で、批判するとヘイトスピーチっていうんですね。前頑張れ日本で尖閣諸島の電話やって、中国は侵略やめろって言ったら、そこに左翼が入ってきて、それ紙切れ持ってですね、ヘイトスピーチやめろって書いてあるんですよ。つまりこれが今これこの左翼だけに限らず一般の人もそういう気持ちあるんじゃないですか。前僕が家にいたら、近所の公明党の市議会議員のおばさんが、近所他の創価会のおばさんたち引き連れてですね、僕に来てですね、この公明党票を入れてくださいって言ってきたんです。
でもその我が党はこの間温家宝さんが日本に来ましたけど、それを呼んだのは我が党なんです、日中友好一生懸命やってるんですって宣伝するから、だから僕がでもその中共っていうのはチベットで何やってるかご存知ですか、いっぱい殺してますよ、それから台湾に向けてミサイルだって向けてるんですよ、侵略国家じゃないですかって言ったら、おばさんたちはですねポカーンと口開いて僕の顔を見てるんです、びっくりしちゃってるんです、何が起きてるのかもう分からなくなってる、なぜこの宗教を悪くしてるのって、これ錯覚じゃないのっていう感じですよね。そこである人がハッとして、あの正気を取り戻してですね、でも日本も昔悪いことしましたからね、あーはーって笑ったらみんなこうやってあーはーって笑って、僕は何のために喋ったか分かんなくなっちゃってですね、でもみんなそう去っていくんですよ。そしたらその議員さんだけですね、いやあなたのように自分の意見を言える人は立派ですねって言ったんですね。僕のこと褒めるんですけど、それ聞いてですね、これまでこのおばさんたち反論してる人がいないんだなってこと聞いてたわけですよ。おかしいじゃないですか、あの今シナは何やってるかっていうことはですね、みんな気づき始めてるのに批判してない、あそれ受け入れてしまってる、これはですね、一つの、この歴史観から比べる、要するに魂を奪われた日本人のあれだと思いますよね、昔悪いことしたんだから批判しちゃいけないんだっていうのは、これは絶対に、正常とは思いません。ですからこの今やですね、この歴史問題というのは本当に何て言うんでしょうね、例えばこの日中友好っていうのが今まで我が国の金閣局長としてきたんですけども、この日中友好をやるために我々はどうしろと言われてきましたか。それは要するにシナのこと悪口言っちゃいけないですよね、侵略を反省しなさいでしょ、歴史を反省しなさい、でこの要するに歴史問題でこの日中の味方が対立してるとき、日本だけが譲歩するってことは、日本がそれにシナに対して服従するっていうことですよ。シナが譲で主で、日本が従のですね、主従関係、上下関係っていうものを認めなさいっていうことですよね。あるいは宗主国と属国のですね、この相続関係、そういったものを認めなさいっていうことですよね。ですからこの、今安倍さんが見直そうと言っていた、この見直そうと言っても、まあ、この引き継ぎますとも言っていたんですが、村山談話、それからあと河野談話というものがあります。これを見直そうと言った途端にですね、この内外のこの反日勢力が大騒ぎしたわけですよ。あんな法的拘束力も何もない、あんなもの別に変えたっていいじゃありませんか。でも大騒ぎするのは何かというと、あれが日本とシナ、あるいは韓国との上下関係を規定するための一つのあれだったんですよね、証だったわけですよ。それを維持するためのですね、日本の忠誠心の証なんですよね。それ日本が忠誠周辺国に示すことで東アジアの平和を守られるという形に今なってしまっていて、それが周辺国と日本との合意になっちゃってるわけですよ。そういったところからですね、これじゃまずいよということで、今国民がやっぱり反発して、でシナが靖国に行くなって言えばみんな靖国維持反発するようになってしまった。8月15日言ってるわけですよね、若い人含めて。それからこの、朝鮮がですね、南の方がですね、この日本に対してこのいい竹だけに言ってくれば来るほど、まあ、領土問題も含めて歴史問題も含めて、今日本は戦後においてはですね、今の国民はこれまでないぐらいこの心からも頭にきちゃってる、心から頭にっていうか本当に激怒してますよね。そういった今日本人は復活しよう、取り戻そうってこと、国を取り戻さなきゃならない、このままじゃ日本はいけないんだというですね、今までのですね、押し潰されてきた、圧をかけてきた日本人の自然の反応が今起きてるわけですよね。だからこういった営みはですね、我々やっぱり、大事だし、我々もその一線に立ってやらなきゃならないと思います。それでもう一つ言うとですね、やっぱりこの洗脳政策のやっぱり、ま、先端に来たのは一つは日教組とかそういった組合以外にはですね、やっぱりこのマスメディアですよね。で、ところがマスメディアは最近ですね、実はあれ、一生懸命そのシナと一緒になって安倍批判をやってるというか、まあ、今のところおとなしくしてますけどですけどね、この虎視眈々と安倍さんの失敗のそのあれを狙ってるんですけれどもね、この間靖国神社で例大祭に国会議員の方々大勢行かれました。でその時ですね、新華社はですね、シナの方はですねこう言ったんです。日本は昔侵略したんだよって、侵略したのにこうやって、反省しないことはですね、アジア人民を怒らせ、そして日本とアジアの関係崩しますよって言ったんです。日本は孤立しますよって、
そういう言い方をしましたですね、まあ、いつものことなんですが、そうするとですね、日本の毎日新聞とかその朝日新聞もですね、社説で置いてですね、やっぱりそれにやっぱり案の定こうするんです、いつも流れに。でこう書いてました、このままだったら、諸外国周辺国との関係悪くなりますよ、孤立しますよ、同じことを書いてる。ただし、それからあの韓国外相が抗議してこなかったんですよね。日韓関係こうじゃダメになるじゃないか、これでどうやって北線に対処するんだ、そこまで書いてんだけど、日本はあともう一つ何でしたっけ、日本は侵略しましたよっていうことですね、岸田は言うんだけど、日本の朝日も毎日もそこまで書けないんです、そこまで書けない。だからあれ普通に読むとですね、なんで朝日毎日はこんなに怒るんだろうと思うんですよ。悪いのは文句言う岸田や韓国じゃないと思うわけですよね。今朝日も毎日も昔はこの日本は侵略したってキャンペーンやってきました。今シナは南京虐殺のことになると彼からですけど、一番煽ったのは日本の朝日毎日なんですよね。今ですね、要するに侵略 したというと、やっぱりこのそれはプロパガンダだっていうことを日本国民はもう気づいちゃってるわけだから書けないんですよ。それからですね、南京虐殺についても朝日新聞はですね、数年前に社説で書きました。安倍首相の時、昔の安倍さんは南京行くべきだ、確かにその南京虐殺、30万は多すぎるという人もいるでしょう。でもそれはともかく、言って仲良くすればいいんです。南京虐殺あったって言ってないんですよ。それだから今南京虐殺の日12月、13日だったでしたっけ、シナでは南京ではいつもその式典みたいな反日式典やります。日本のメディアはほとんどそれを報道しません。だから今朝日も毎日もやらないですからね。今シナはですね、日本のメディアを批判してるんです。なぜ南京のこと取り上げないんだって。それぐらい日本のメディアはですね、日本は侵略されるというプロパガンダできずにいるんです。それは日本の国民の反発が怖いからなんですね。だから今我々はすでに、この、反撃の時期に来てるわけなんですね。ですからその一方、そしてその一方で幸いこの、もうこのままじゃ日本はおかしくなるという、国民の世論が広がってる若者中心で、そしてそういった中で安倍政権ができました。ですから我々は何をやるべきか、やはりですね、もうとにかくこの復活というのはまずは第一は、国民意識精神を取り戻して、それで我が国に迫り来る外諸外国の脅威に対してこれを抑止するというですね、そういうことしかないと思うんですね。国の心を取り戻すということ、やっぱり、これは我々どんどん語っていきましょう。そうするとですね、同じ国民同士ですね、みんな感動して、それそうだそうだというもんなんですよね。そういうふうに考えております。なるほど、すいません、ありがとうございます。